はい、どうもおはようございます、こんにちは、こんばんは、朝宮玲です。はい、来ましたね、あの新育成。早くもね、結構攻略理解しました。早速やっていきましょう。向かって私1年、3期が見たいくせにね、あの1円もね、あの課金していないというね。でもね、ファミマのウマ娘グッズとかね、買いましたね。やっぱり新育成やって結構ね、まあブルボン、ビスケッツ祭に向けてブルボンね、バレンタインブルボン育成しまくってるんですけど、まあまあまあ A プラス作れてて、ね、まあ大体コツが分かりました。解説しながらやっていきたいと思います。バレンタインブルボンと、おそらく多いのが新春オペラ王とキタちゃんだろうね。長距離向きなんでね。でレンタルはこの方のルドルフですね。因子が、まあ、先行はいらないにしても長距離がね持ってて、青春シナリオ、まあ、青春シナリオっていうのは青春育成でしか発動しないわけじゃなくて、スピードと賢さが上がるんですね。私の持ってる、私ね、むちゃくちゃ育成してる割にはね、全然いい因子持ってる子いないんですよね。まあ、これもあんまりいいんですね。逃げと、芝さんと、まあ、中距離はいらないですけども。で、アファールハイシナリオ入ってて。ね、じゃあ行きます。でサポカの編成が、まあ、新しく行ったキタちゃん、あ、キタちゃんね、ダイヤちゃんの賢さ、あと乾燥してる賢さがドーベルとね、ドーベルとスカーレットか、まあ、どっちでも多分いいんだけど、まあ、スカーレットでやっております。スタミナがこの前のイベントの怒涛と前、昔、ハーフアニバーサリーの、鈴鹿ですね。スピードバックがゴルチと、で、レンタルでキカちゃんを使います。さあ、では行きまーす。ガールズレジェンドいいですよね。もしね、私ね、ライブめっちゃ行きたいんですよ。娘の。で、オープニングで、ガールズレジェンド流れたぶんね、私はね、泣く自信があります。やっとみんな会えたねーのとこで。泣く自信ありますね。馬娘に超入れ込んでる。ま、割には1円も課金してないってね。まあ、そっちの方が長く楽しみますからね。まず、これは普通の URA と一緒で、まあ、絆を集めていきます。絆とヒントですね。まあ、怒涛は中距離のスキルばっかなんで、中距離と先行の、で、キタちゃんですね。長距離と逃げのスキル。ヒントくれるので。いいですね。まあ、目標はスピード。何これ、あ、間違えた。もう大丈夫です。目標はね、スピード1200の、スタミナ800の、賢さ600ぐらいですね。根性がね、今回からね、手こ入れされて、なんかね、位置取り争いとか最後の、あれで、あ、ちょっとやる気あげるの忘れてる。やった、練習場ついた。まあ、キカちゃんがいるから、その日作るんですけど、まあ、早くついて。そんなことはないんで。射的やって。これどっちでもいいですね。これ確かスピードパワーか。まあ、逃げだからパワーはいらないと思われがちですけども、チャンミーだとね、他の逃げのね、こと、位置取り争いとか、位置争いするので、パワー必要です、逃げても。まあ、ただ、刺しとか追い込みほどパワーはいらないんですけど。どうしようかな。
賢さですね。根性テコ入れ入ったとはいえ、まだね、やっぱそんなに必要なスピードは必要はないと私は思っております。あ、それも今度のチャミでわかるかな。根性とかで育成してる人とか出てきそうですね。あっさりですね。これは真心が通じたんだよ。上回復なんで、ダイヤちゃん刺しのスキルヒントくれるので、あんまり微妙ってところですね。まあでもね、 SSR の50のね、賢さ無課金でも持ってる人ってなかなかいないと思うんで。だって SSR でね、感動させようと思ったらめっちゃ金いりますよね、あれ。私、まあそこそこ、SSR 引いてますけど、SSR で、ダブったカードって、アドマイヤベガと、ファルコかな？ファルコのパワートレーニングとアドマイヤベガのパワートレーニングは、あ、これやりたいけどな。なんだね。無理しない、30%。唯一、レベル35になってますね。35だったらまだ SR の貫突してるやつとかもいいかなって感じで。加速してゆこう。ここは負けられない。なんで、ここ1位取りたいですね。そんな前にも安定させるな、前にも遠視継承で取っておきたいんですけど、遠にしておきたいんですけど、まあしょうがないですね。それは届けゴールまで届け、まあ絶好調、まあすでに絶好調になってるからいいんですけど、早速ねショップでアイテム買いましょう。布先までショップで、あ、マスター、これ真っ先欲しいですね。人参バーベキューセット、この中で欲しいのはスパルタメガホンですね。スパルタメガホン、とりあえずこんなとこですね。バイタル40も欲しいですけどね。なんかすぐに行くと、キサキも起こす。まあ、ここは、上げていきましょう。キズナは。これなんだ、これ、まだね、新育成の選択肢覚えてないんですよね。めっちゃたくさん、用意されてるっぽいんで、気分とか。ヒラーチもいらないな。中距離だったらすごい欲しいんだけど。10% 怖いけど。よし。ここは 10%。もうスパロボを やってたから、もう0と100位が信用できない。まあ、賢さはね、失敗しても、特にデメリットはないんで、一旦体力回復するし、もうね、ちゃんと見たいんだけどね、イベント中だから、とにかく数こなさないとって感じなんで、イベント終わった後、町タンとかね、まだ消化してないのたくさんですね。町タンもお迎えして、しかし、あと、マッククイーンもしてないし、あと、ライスか。あとね、ジョーダンも来たし、マルゼン姉さんも来たんですよね。お迎えして。これね、体力少ない時にレースって出たいですね。これレースね、ショップポイントが、どれでも100もらえるから、なんか G1 出る必要ないじゃんって最初思ってたんですけど、これグレードが高いレースほど、ショップに追加されるアイテムが多いんですよね。まあ、G1 だと1、まあ、1着、2着だと2個で、1着だと3個追加されるんですよね、G1。あ、何これ負けてるじゃん。
まあ、ここでポンティに使いたくない。いや、一個も追加されないかな、相手も。わかんない。そこはまだ突き詰めてないんで。まあ、G2 だと、まあ、1着で、2個追加みたいな、そんな感じですね。だから、グレード高いレースに出る意味あるんですよ。最初私、意味あると思ってましたけど、グレード高いレース出る意味。わざわざリスクを犯して。バイタル、これね。シーズン。この、蹄鉄ハンマーは匠も欲しいですけどね。レースはね、いくら、怪我しないんで。G3 これでとこか。注目の一番に。ねえ。きついわ。そしたら、どうも、別にいいかな。魚牛パンパン、あの大空、一直線、目指せてっぺん。この時、まちこさん、振り付けで、三本指出すんです。目指せてっぺんなのに三本指出すのは、まあ知ってる、と、まむすびファンなら当然ですけど、一着ってことじゃなくて、三冠ってことですかね。目指せてっぺん。もう上振れた。牛パン。夢を走るよ、かけるよな。もう何百回聞いた、もう聞いたのに。やっぱ年だね、覚えるのは。ね、そうですね。マクロオネバイバー。これね、やる気あげるやつとかね、あ、いいね、これ、使ってこう。こんな能力アップ系はね、まだいるかどうかね、微妙なんですよね。まあ、スパルタメガホンとか、このスタミナアンクルベットとか、欲しいんですよね。よいしょ。あ、ポンチョだな。あ、完成。ダスカとね、ドーベルのいいとこね、体力回復イベントがめっちゃ多いんですよね。かしこさん。ダイヤじゃないかな今のとこ。あると思うけど、見たあんま使ってない、まだ使って数回なんで。シャシだったら超嬉しいんだけどな。まあ、長距離でシャシってどうなんだろうね。なんかやっぱ追い込みっていうイメージがありますけどね。6% か。行ってこう。で、次レース2連続ですね。入れたいところですね。ライバルですね。ライバルに勝つとスキルのヒントがもらえるんで。ここは負けられない。よっしゃ、ダンチ。達成いたしました。G3 のアイテムもらえるのかな。アイテムもらえるとか追加されるのかな。どこへ行っても道はない。いられる。あ、2個追加されたの、実に。え、じゃあ、ちょっと G1、3つ、まあでも3つ、でも、なんかいい品が追加されるのかな。G1 だと。あの日、ない勝負は。惜しいの、スタミナですね。スタミナアンクルウェイトと。スパルタメガホン。ありがとうございます。大切に使ってくださいね。根性アンクルとかめっちゃ出るけどいらないんですね。あ、これ欲しいな。スタミナ。秘伝書。15上がるの美味しい。G1 か。こっちにしようかな。どっちも、まあ、先は違うのか。あ、千代のも根性に、成長率だとかいらないと思ったけど、まあ、今回の根性の手こ入れで、根性に成長率ある子も、人権を得たって感じなのかな。まあ、人権って言葉今、
あれですよね、ちょっとあんま使っちゃダメですよね。例の、格闘ゲーム、女性格闘ゲーマーがなんか、170センチの男性は人権がないってことで大炎上して、クビになっちゃう、一気無職になったっていう、騒動がありましたからね。人権というより、なんだろう、なんて言えばいいのかな。育てがいがあるってね。おいい人間のコツ。長距離直線ね、押し欲しいですね。長距離以外の育成やってて、めっちゃ邪魔なイベントですけど、体力。これ、ストミナ秘伝。15上がるの、でかいのね。レベル上がってるトレーニング、1回分くらいとかな。で、どうしようかな。鋼鉄ハンマー、匠に取っとくかな。欲しいのはやる気アップのやつを確保しておきたいんですよね。特別なエンスペアギーエンスペアギーの準備やな。特にあれ、オッケー。グローアップ社員でしたっけ、この子。作業用垂れ流しで聞いてるとタイトルを覚えられないあるあるですよね、現代の音楽。グローアップ社員だよね。何百回も聞いてるのにタイトルをうろ覚えてるの。一度手抜いだと体力回復とやる気アップですね。下だと賢くなったかな。ショップのラインナップのとこか。ちょっと待って、絆バーベキュー、絆狩りだったらバーベキュー欲しい。あ、バーベキュー欲しいね。まだ、ダイジちゃんと、怒涛が。もう、スタートつけて、セイロガンって聞こえるんですけど。ないよね。で、バイタルね。確保してきた。怒涛との絆上げていきたいから。怒涛も欲しいよね、可愛いもんね。怒涛 いつもオペラ王になんか、いるオペラ王のいるとこになんかいるみたいな、可愛い。さっぱりわからないで最後に四天王で内弁慶だっけ、忘れちゃった。いつもこ、はい、こっちにしてるから。早速スピード出たね。スピードアンクルがね、これね、上振りどこを狙うかっていうとね、スピードアンクルがどんだけ出るかですよね。スピードアンクル、スタミナアンクル。根性アンクルとかいらないから。どうしようかな。なんか2月前半ね。出すかもね、多いよね。優勝トレーニング率。ドーベルト。ドーベルもね、ヒンバーでブルマだから欲しいんですよね。性格もなんかね、超卑屈って、悪く言うと、卑屈って、なんて言うの、よく言うと。謙虚、よく言うと。ファルコもめっちゃ欲しいんだよね。ファルコめっちゃ可愛いね。全速全身マドルパワーだっけ。なんかね、キャラさんあれめっちゃ可愛いよね。ちょ、まさしんりじゃん。チンテールもオッケー。ファルコの声はね、めっちゃ可愛らしい声してます。声を適正、競技適正、着実、芝、どれか。もしくは、三つ。一回だけね、三つ来て育成できましたね、爆心を。あ、微妙な。
継承、微妙っていうか全然ダメな継承。来年期待、ウィニングソウルかっこいい。瞬間にかけてみろ、自分を信じて、時の運だって一応というのなら、不変の戦術を寄せてみせろ。これに、あのね、シーズン2の第1話かっこいいんだよね、こう、あのモニターに映ったテオが笑って、東海帝、第1話東海帝王って言ってて、鳥肌立った。G2 出たよね。誰だろう。石山姉さんが、ブルマン、エッチ。私のブルマン見たいのかい、そんなに私のブルマン好きなのかいとかって、迫られた、石山姉さんに。石山姉さんがあんまりね、強くないみたいで。あ、負けた。コンテキに使いたいな。コンテキに結構使うからね、目覚ましもね、結構消費していくんですよね。めっちゃ溜まってたけど。何現実に。ちなみに今日、日曜日で競馬やったんですけど、お失着。競馬勝ちましたね。500円。先週は800円勝ちました。順調ですね。やる競馬マジ思うが熱くなる。で、これでアイテム追加が2個かな ?G1 で1着だと3個なんだよね。中小以降ないだね。うわ、やる気下がった。あれ、アイテム追加なかった。よくわかんないね、アイテム追加される。もう書いてあるな。カップケーキ欲しい。使われたメガホンだね。もう一回レースだね。レースで調子回復することもあるからね。これが G1 だね。マルゼン姉さん、マルゼン姉さんもね、引いてストーリーまだ消化してないんですね。マルゼン姉さんのストーリー面白そう。なんかバブリーなネタがいっぱい。うわ、ちょっと待って、今度に使いたい。名前見てきて、ちょ待って、9位って。やっぱ2年目はあんま G1 出ない方がいいのかな。まあ、3着で妥協しとこう。1回のレースで何回までコンティニーじゃなくて、全体の育成で何回までコンティニーになるので、そこを気をつけたいですね。3着だとアイテム追加の条件違うのかな。あ、追加されたね。あ、3位で2個か。リセット保持するも重要ですよ。うわ、ひでえ。ひどい。こういう時にカラオケ出ないんだよね。シュッとホイップ。ありがとうございます。大切に使ってくださいね。リセットホイップもう一回取っとこう。ありがとうございます。大切に使ってくださいね。どういう雨に見えんどこへなんかな。お出かけ。出発します。お出たからでついてる。諦めそうになった瞬間。ダニアンのね、シナリオもダニアンが可愛いからもう一回やりたいんだけど、時間がないんだよね。結構ね、全部見ると3、4時間ぐらいかかっちゃうじゃないですか。私と安田記念出たいけど、だな、こっちだな、マイル適正な。ウェーダーさん、キャッチからピンと。長距離適正、長距離レースにしたいから。
僕は負けられない。よし、一着達成いたしました。ちょっと待って、懐かしく近いかな。聞こえてる、この日のように。お、3つ追加された。あ、よくわからん。やっぱ G1 出る意味 なくない。3つ追加された。しかもスピードアンクルってめっちゃいいの。めっちゃ重要。大切に使ってくださいね。スタミナ秘伝子だね。使ってくれ。いや、 G1 出る意味ある。ランダムっぽいな。ちなみにアイテム追加されるかも。体力低下。オープン特別はさすがに。ちょっと待って、5月後半じゃん。ちょっと待って、休憩だわ。疲労感知。70ってダメですね。まあこういう時にアイテムが助かるんですよね。バイタルオーダーを使ってた。で、夏合宿で使っていきたいのが、スパルタメガホンですね。で、何が来てるか、スピード来てますね。スピード来てるから、スピードアンクル。めっちゃ上がりますね。もう最高、いつまで見たの80ぐらい上がったことありましたからね。2人スピードに友情取れてて、でスピード上がってるっていう状態で。ダンクだもないか。スピードだね、でも。で、怒涛がオレンジになるかな。なんだ、よし。賢さならもうめっちゃ上がる。33と賢さ成長率ないのに。でチアメガホン使ってのこのレビューのように。チアメガホン使ってのめっちゃ上がるね。音かわいいね。念のため保健室で、もうついてる。かなり体力回復するんで、やる気も上がりますね、これ。もう賢さかな。賢さでちょっと茶を濁してからの友情トレーニング来てよ。スピード感スタミナ。ささやかな何よりも名曲だよね。ねえ、今もしあなたも。お肉入ってる。二人来てる割にはあんなもんか。ああ、スタミナ使えばよかった。スタミナじゃないわ、アンクル。なんだ、スタミナアンクで戦う。で、レース行こうかね。体力がちょうどいい感じで。メガホンの効果切れてるよね、もう。切れてるね。レース出てきましょうか。と大商店ね。ウォッカですかね。ウォッカじゃなくて、ウォッカはね、ブルマだから好きなんだよね。よし、さっき G3 でもアイテム3つ追加されたから、なんか G1 出る何かな。
アイテム追加される確率が高いところかな、 G1 だと。いいね、メガホン。エネドリンクマックスは体力上がるやつかな。お、やった、セントプライド。嬉しい。いいんじゃないか。ショップで。ただいまセール中です。ぜひ交換して。体力の3対1と。ありがとうございます。大切に使ってくださいね。あ、極み出た。極み欲しい。ありがとうございます。大切に使ってください、ね。星スピードアウトだよね。ありがとうございます。もう一回で、いいです。天の咲き。中華賞別賞。スイープ投手。スイープ投手も可愛いよね。実装されてるのかな、スイープ投手。なんか、ツンデレの天然キャラじゃない。あ、2着。コント2勝。この小娘になったわ。お姉様。ドジなツンデレだよね。スイープ投手。惜しかった。全のロブロに あの魔法のエレメントについて突っ込まれてるのが面白いな。あのイベントカーカインプリンセスのシナリオで、ね、出てくるとスイープ投手も可愛いのよね。やたらとなんか張り合ってくるというか、カーカインプリンセスも。あ、1個しか追加されない。え、何 G1 出るメリット。有竹、有竹ってあれなんだっけ。まあいいや、一番最後にスキル取るんで。G1 のあれかな、レアなスキルが取れるのかな。 G1 でライバルかって、これ賢さ秘伝書使っていった。で、あとは何かな、チアメガホンだね。バイタル。ありがとうございます。疲労感知、出力低下の可能性があります。おーい、あー、なんか改善された、改善というか難易度緩和で、ね、こういう夜更かし気味とか偏頭痛とか出て来る確率は本当になんか低くなってますね。もう久々に見ましたね。とりあえずこれ使って、全部直すやつ 1個ぐらい持ってきたいんですよね。しょうがないので、夜更かし気味はとっとと直したいから。よし、これ直る確率も上がったんですよね。いいじゃん、めっちゃイベント。スキルポイント20ポイントって。キラキラー。願いの形も名曲。輝く。秋川理事長の、あれとこ。で、レースだね。キラキラに輝く。馬娘のイントロクイズだったので、私はかなり強い自信ありますよ。願いの形とかね。有馬記念出るか。でもこれしか出ないか。なんか、出るわ。ライス、ライバルじゃん。本物のライバル、ライス。リアルの競馬でも。うわ、ライスに負けたんじゃないこれ。
マジかよ、この小娘ライス好きだけど何やってくれたの、コンビニさん。いや、夢じゃないんだよ。ここは負けられない一番。よし、勝った。完璧な調理完了です。なんだ同じ岩に出るメリット、いいアイテムが追加されるか。おお、4つ来た。あ、やっぱ多いんだ。アイテム追加す、多く追加される確率が高くて多い。やっぱそうだ、メリットそうなんだ。この攻略動画で分かりましたね。4つ追加なんて、なんかあんま注目、今まで注目してなかっただけで。見たことないね。運が悪いと G1 でも一つしか追加されないみたいな。あれかな、 G1 でも難易度の高いレースかな、ティンハルとかジャパンカップとか、それかファン数なのかな、あのグレードじゃなくて高シーズンですね。太り気味になる確率めっちゃ低いですからね、めったになんない。やる気アップと全部直すやつ確保しておきたいんですかね。あ、これやる気アップ。これ確保しておきたいですね、絶対。あとは、闇。これ実はね、日経新春派。これ確かね、私、リアル競馬でやった記憶ありますね、日経新春派。よし。ライバルいなかったか。獲得ファン数であれかな、追加されるアイテムが多くなる確率が高くなるとかなのかな。やっぱ多分 G1 とかの方が追加される確率高いんだ、うん、その辺は決まってないんだね、多分しっかりしたし。どうしようかな、休んで。でも G1 出るメリットありますね。先だけだね。まあこれで短距離とかダートしか走れない子たちが、あれだよね、固有スキル上げるのが楽になりましたよね、このシナリオのおかげで。うららとか結構、あの、レースでないと、上げれないですかね、固有スキル。スピードアンクで。スパルタメガホンだと。あ、リセットホイッスル。何個持ってるっけ？ 2 個持ってるよね。2個ありゃいいわ。まあ、こんなとこかな。練習に集中しましょうか。スパルタメガホン使って。これ、あれだね、マックインの曲。タイトルわかんない。マックインの曲あれ、あれの方が好きだもん。始まりのシグナルの方が好きだもん。では参りましょうか。今の子、駆け抜けよう、今の子の時代よ。この曲めっちゃ好き。この曲も好きですけどね。ターボかないよね。シーズン2見たことある、絶対ターボ好きなのよ。まあ絶対じゃないのかもしれないけど。よし、レベル3個戦のプロペッサー。アンクル系は取っておきたいね。スピードは、あれかな。スピード上げてこう。
下がスタミナグリードなのね。獲得パン数で発生するんだけど、上が体力回復して、スタミナグリードは確か中距離なんで、いらないですよね。デバフスキルで。あ、これ2つ、2つ。スピードはね、スピードまだ効果ついてるね。チアメゴをもっとね、確保していきたい。あ、蹄鉄ね、蹄鉄チアメ欲しい。神継承来てよ。金継承だからといっていい継承が起こるとは限らないですからね。これ普通の継承でもいい継承来たりしますから。適性が一番欲しい。取り適性。あー、もなれた。でもブリリアントレッドエースがいいね。これだけ取っとこう。もうこれ以上上がることはないから。ミニアントレッドエース取って。で、どうしようかな。使っていくか、使っていくか。3つしかないんか。取っとこう。それでは参りましょうか。ね、パカライブ TV で特別アニメあったじゃないですか、7分ぐらいの。もう絶対にもう、第3期、キタちゃんとダイヤちゃんですよね。絶対じゃないかもしれないけど、ワンチャン、ウォッカと出すか、可能性もあります。私的にはね、ウォッカと出すか、ブルマーコンビが見たいんですけどね。出すかのムチムチな感じと。蹄鉄ハンマー、何個持ってるかな、今。このイベント見ると、古戦のプロフェッサーと勘違いしますからね。あの衣装で、キタちゃんとダイヤちゃんが出ると、思っちゃいますよね。あ、ちょっと欲しいな、これって。蹄鉄ハンマー。レース出たいけど、もうすぐ、懐かしく。一回だけレース出よう。かけーきたいー目をかぜいてるライバルがいるかな。なんとかだよ。ステータス攻撃ヤシタ記念か。 B だからな。前のが宝塚に、宝塚にしよう。宝塚、私の思い出のレース。初めて見た G1 で、クロノジェネシスちゃんがね、もう引退しちゃったけど、1位取って。めっちゃ、思い出に残ってる。メジルワールダーも美しいよね。ホールドシティに並ぶくらい。美味しい。エイシンも見た目いいよね。エイシンなんかフラッシュなんかも絶妙だもんね。フラッシュ。よし。さあ、追加されるかな。
アイテム。進化追加、アイテム追加。よし、やっぱそうだ。G1 の方が追加される確率とか多さが高いんだ。まあ、獲得ファン数とかもしくは。ダリマキネでめちゃくちゃ4つ追加されたからね。ここでね、アイテム、総放出ですよ。何でも直る方が得したいね。テージサンバ匠かな。バルタメガホンの方が。ありがとうございます。大切にしてくださいね。スピードアンクル欲しいよ。トイプサンマタクミとバイタリング。で友情トレガンと聞けない聞けない、ホイッスル使いましょう。これだけ使うんですよね。できたね、友情。スタミナ行くか。で、まずチアメガホンですね。スタミナンクル。ここでね、この時点でね、A 行ってないとね、結構きついんですよね、スピード。完成させるの。あんまりいい育成できないかな。スピード来たね、スピードアンクル。これで、ね、すごい時80くらい上がるからね。スタミナか。でこういう時役に立つのが、バイタル、これだね、使ってこう。まだ効果ついてるね、知らないの。ついてる。こんな感じですよね、夏の過ごし方。アイテム総動員。バフアイテム。あ、ここ賢さかな。で使ってこう。ちょっともう出し惜しみなしで。スパルタメガホンで。スパルタメガホンもうちょっと欲しいね。最後の方で使いたいから。キタちゃんってチートだよね。サポートカード。練習上手取れるし、やる気アップのイベントもあるし。夢の手が開いて、尻尾にかけどしりふりすの、かわいい、思った。スペちゃん。ジャパンカップ出てみようか。あれも有馬記念の次にファン獲得数多いから。さすがにしさすがにしゴー、聞いてかけてくれ。何も君に一直線、尻尾にかけ。いいです。
G1 ないね。できれば2連続出たいんですよね。体力使い切って天皇賞秋で出ようか。これ今回ももう一回出て、よし出てターボちゃん、ターボちゃんってターボだよね。ターボ友情トレーニングのターボについてこいってのがね、面白い、かわいい。ターボテオナンポンタン、そんなの点を出すしない変なの。ダットオンスピーカー、ダットオンスピーカーと町さんとノリノリで作戦会議とか、あの、かわいいんだね。やる気のない姉ちゃんと行くのもかわいいんだね。行くのはやる気はあるんだけど、ああいうなんかあんまり感情表現しないわけで、まあ、姉ちゃんもやる気がないんだけど、まあ、いつもなんかだるい感じな子なんだ、姉ちゃん。お急ぎ足いいね。夢のゲート開いて。コンセントレーション。ショップめっちゃポイントありますから。ホテイトさんも来た、見た、根性アンクルいらない。2個も来てる、スパルタメガホンみたいな。おい、これ欲しい、いいね。はい、健康の祈願の森もね、欲しいんだよね。これエルジサプライズ、前回のねアクエリアサイドのエルめっちゃ大活躍、多分7勝ぐらいしたかな。心臓の人を手放してみたいで、天の君にもエルジサプライズ、ちょっとシャメガホンはもうちょい欲しいな。インカーなねー、高橋みなみさん、あれですよね、素の声がね、めっちゃ低いのに、こんな、全然違うんですよね。L の声と。L 高いじゃないですか、これ。性格無邪気な性格。無邪気な便利性。何を言っているディスクションフラッ、おい、あ、ちょっとスピンダンク使えばよかった。しまった。おせえもびもしも、しまいて見つけてるんですよ。出るか、エリザベス女王さん。またスイープトーション来た。の瞬間、揺れる、声が揺れるってのは可愛い。ちょ、なに、なんでこんな強いかな、コンデに使うよ。あ、もう、コンデにダメだ。使い切っちゃった。ショップポイントも減っちゃうし、追加アイテムも。痛いんですよ、知ってる君も。サプライズ。4つ来た。どういうこと？まあ、確率は多分高くはなるんだろうね。運が良かったんだよね、また。これちょっといろいろ見てて検証していく必要があるね。まあ、とりあえず G1 以外で4つ追加されるとは見たことないんで。スパルタ。ラブのエルにしたい。ジャパンカップ行きましょう。うん、行く。
ウォッカだ。ウォッカですからね。ウォッカじゃなくて。今週以上の人と必ず見たいです。注目の2番人気、めちゃくちゃな歌詞で歌ってた。恐れあり、惜しかった。ウェズサプライズノリノリだよね。あとライジングガールとかキャッチザビクトリーとかも好き。ライジングガールめっちゃいいよね。キャッチザビクトリーもめっちゃ好き。ウォッカっぽい歌詞で。おお、やっぱ多分そうだ、獲得パースで多くなるんだよね、多分か追加アイテム。おお、極み匠か。もうレース、あとレース出るか、ありまきね、多分出ようかな。何いくつある、テープ3万いらないね、こんなにだったら。スピータンクだな。性格無邪気なベビーフェイス、そんな風に気をつけてるでしょ。どうしようかな。触れたその瞬間、俺とファイターかな。掴んで見せるキャンザヒットリー、グローインザビットリー。疲労感知、出力低下、体力低下。もうすまんか、問題級、まだいけます。じゃあここで使おう。知らん、で、回復するでしょ。始めましょうか。久々の体力だからなんだと思うけど。で、まあ、お休みした時の、回復した時の後の体力量がまあ増えるするわけですよ。これが痛かった。いや、キャッチないね、何者など何もない、それが俺さえなだと思ってると、怪我だよ気をつけな。で最後、ね、ここであれですよ、目が、こちら目がスパーチャメガネ使っての一発しますけど、アイテム総動員。よし、まずスピードいきましょうか。また2人切ってる可能性が。レアアイテムで、あれ、トレーニングのレベル上げるやつあるんですよね。あれが、ね、優先的に取ってきたいですね。待って、危ない危ない、怪我する気がする。で、これ、まあ、使いますよ。このためにこれバイタルたくさん回復確保してみたんですからね。怪我しよう、気をつけな。多いんだな、集中力。集中力さっきもヒント出た気がする。反射してるっぽい。コンセントレーションで、クライマックスか、トゥインクルスタークライマックス始まるから、ここでスキル取っていくって感じですね。まあ、スキル取らなくても勝てますけど。ああ、しまった、啓舌。あれ、今レースじゃないよね。あ、レースなんかどこ、間違えた。あれか、目標達成か、これ。
あんてさ1時間後ので、まずけ、スピードアンクル、スピードアンクル、ちょっと待って、スタミナにスタリンキケとかないよね、ないね、装飾具の身体が不要です、全てメンタルスピードアンクル使って補強をしてあります。アイス行くかいかんかってとこだね、これスピード仕上がりは完璧と判断。で、忘れずにちゃんとこの時のためにこの蹄鉄取っといたんで、2個ちょっと無駄にしちゃったね。アイテムの在庫とかもきっちり整理できるようにならないとね。とりあえずスピードアンクルがいかに上振れで来てくれるかっていうのが重要なんで、これで、二人、友情トレーニング、来てる時に使ったりとかね。どこだか知ってる。注目の一番人気。速度の最適化に成功。完璧な調理。完璧。入れてる。見てあげる私のため、夏夜は登っていくの、これ、青春杯でみんなが腹立ったであろうビターグラッセとリトルココの時はめっちゃ弱体化してますね。見てあげるかな。グッズでバイタル使って。このためにシャメホンをたくさん確保してる。これなんか3ターンだと勘違いしてるじゃないですか。レースがあるんで6ターンなんですよ。はい。スパルタメガホンね、取っとかないとね。アンクルない、もしかして。なんか、どうしよう。あ、スピードだね。あ、このね、ブルボンちゃんはね、適性も上がらなかったし、能力も無用なんで、他の厩舎に移動するみたいな感じ。らしいのよ。仕上がりは完璧と判断。で、蹄鉄ね。採用の結果が得られるか。蹄鉄ハンマー、匠。匠は極み。めっちゃ平平凡凡な能力になってますからね。ビターグラッセとリトルココ。カツコツ分かってきましたけどね、ファースト。青春杯を、4回一番上と勝って、1回、まあ、5位に配置してれば、補正がめっちゃ入るから、50入るから、入るし、そういう、それぐらいになってると、かなり育ってるんですよね、仲間のメンバーが。だから、5位以内に入るように、青春杯を買っていけば、まあ、ファーストに勝てる確率かなり高くなりますね。おー、殿下。殿下2位じゃないですか。町田も楽しみだな、シナリオ。夢のゲート開いて張り切っていこう。
えい、えい、ムン。仕上がりは完璧と判断。最良の結果が得られるかと。一夜に使って、で最後です。これがほぼ最終ステータスですね。これクリアした後全然上がんないので、あのアオハルと URA みたいになんか50ぐらいプラスされることないんで。えいえいムンババンバーン。町田もかわいい。トレーナーさんの言うことは間違いないので、何でも言うことは来ますみたいな、この声で。超微妙なね、ブルボンちゃんが、ね、出来上がりましたね。スピードアンクのレベルがね、かなり、重要なんですよね。この曲誰の曲なんですかね。まあ、聞き慣れてはいいんですよ。かっこいいですよね、この曲も。じゃあ今日ならあと忘れるだけ。劣勢か、劣勢なら。この声が逃さないでさ。どうでもいいんですけど、馬娘ちゃんの人間の耳に当たる部分ってどうなってるんでしょうね。なんか、なんもないんですかね。あ、地味にスキル取り忘れてた、最後。何取ろうかな。やっぱ、古戦のプロフェッサー優先ですよね。直線校舎と、まあ、この体力、まあ、使うことはないけど、直線回復。コンセントレーションと、先駆け取って、ダッシュ取って、あと戦闘プライドとかかな。微妙だな。長距離直線と、逃げのコツ、なんだ。まあ、こんなとこかな。まあ、A の真ん中ぐらいかな、これ。もう面白いですね、この育成シナリオ。あ、結構 A プラス近かった。まあ、こんな感じですね。大体、なんか、アイテムの使い方とか、なんかね、流れは説明できたと思います。では、ご視聴ありがとうございます。マスター、ありがとう。みんなご視聴ありがとう、ありがとう。